エルです、今日はですね、初の体育館でコメント読みをしていこうかなと思います、今日はですね、今日と明日福岡がですね、雨で外でレッスンだったんですけども、どっちもちょっと中止になりそうかなみたいな感じで、まあ、今日はちょっと中止になって、じゃあどうしようかなと思って、なんか YouTube の、ね、動画を作成しようかなと思ったんですけど、ちょっと体力つきたいなということで、バスケに来ております。そんな感じで今日はね4時間練習しようかなと思います。もうめちゃめちゃ体力つけてから、テニスに生かしていこうかなと思います。じゃあそんな感じですね。今の技術に勝つための戦術も、組み合わせるべしっていう動画のコメントで推しの空さんからコメントいただきました。戦術動画は基礎のできていない私にはまだ早いからなーって見てないですね。もう少し上手くなってから見ようかなってことで、戦術はですね、基礎ができてなくても大事になりますね。相手のボールが何が来るか、例えば予測ができれば早い移動になるし、予測ができて早い移動ができるってことは早い準備もできますよね。まあ、例えばじゃあフォアハンドでテイクバックが遅い方がいるんだったら、テイクバックが遅いのは、まあ、予測が遅いからとかっていう可能性もありますよね。そんな感じで、まあ、試合とかやってる方ほど予測力を上げるためには戦術を知るべきだと思っています。じゃあそんな感じで、参考にしていただければ。青城さんからのコメントにいきます。グッドニャーニング、いつも、早起きで偉いですよ。何時から活動しているのですかってことで、この日はですね、昨日は、基本ですね、僕は9時から5時までっていう営業時間にしてるんですけども、どうしてもですね、ちょっと朝しかできないって方がいて、はい、朝、まあ、7時、9時の間で、レッスンしておりました。まあ、基本的には9時からです。はい、保育園送ったりしないといけないからですね。そんな感じで、よろしくお願いします。10月10日、11日で、シングルスレベルアップ練習会イベントをしようと思っていますっていう投稿のコメントで、宮柱さんからコメントいただきました。おー、新企画、残念ながら、遠方のため参加できませんが、ぜひまた不定期でもいいので開催お願いしますということで。まあ、これね、一応ちょっと試しにちょっとやってみたいな。ちょっとね、この、なんだろう、まあ、グループの、まあ、ちょっと僕は基本的にプライベートレッスンばっかりなので、ちょっとグループのね、レッスンもちょっと増やしていきたいなってなんとなく思ってるんですよね。だそれこそね、戦術に当てはめて、戦術を磨いて、戦い方を磨いて、その上で足りなかった技術をプライベートレッスンでやるといいよね、みたいな。まあ、そんな感じで思ってるので、ちょっとね、戦い方系のレッスンも増やしていきたいかなと思いつつ、どうしようかな、みたいな。ただ、10日はね、ちょっと埋まりそうなので、ちょっと11日ね、時間が合う方はぜひご連絡いただければと思います。ですね、VS 全国レベルの天才小学生の動画のコメントで、ノブさんからコメントをいただきました。いつもお世話になります。エロ講師との試合で、自分のボールが浅いと攻められ、相手のボールが深いと追い込まれるのを再確認できて、彼にとっては良かったのかなと思いました。今後の成長に期待しています。関係ないですが、奥さん映ってましたということで、コメントできました。はい、まずですね、まあ、彼はですね、もうね、技術レベルもすごい高いので、まあ、これからね、体格がこう良くなってくると思う僕を倒せると思うんですけど、まあ、ボールやっぱ浅かったことによって僕に攻め込まれた。浅かったことによって深いボール打たれて失敗につながったっていうことがあったと思うので、まあ、そこを防ぐためには彼の深いボールのレベルを上げていけるといいんじゃないかなと思って、まあ、そのメッセージが届けばなと思いました。はい、奥さんは映っておりました。はい。隣のベンチで見てるのが奥さんとうち の子供たちです。じゃあ次ですね。テック M さんからのコメントに行きます。スーパー小学生ですね。素晴らしいです。説明付きの試合動画、いつも楽しんで見ています。戦略の説明を先に出してくださるおかげで、プレイを予想したり、ワクワクしながら見ることができて楽しいです。とても工夫されていて分かりやすいので参考になります。ということで、そう言っていただける方がね、増えてほしいと思って、今回からちょっとこう解説というかチラッと解説付きの、試合動画上げてますが、今後もね試合の時は基本それを上げていこうと思います。でもうちょっと深掘りする時は戦術動画を上げていくので、ぜひ見ていただければと思います。
じゃあですね、フォア打球後の腕はどうなるのっていう動画のコメントで、青さん3さんから、コメントをいただきました。はじめまして、ボイシーから来ました。初心者なのにテニス肘で悩んでいたので、ヤヒロコーチの打ち方ならテニス肘を克服できるかもと打ち方の変更にチャレンジしています。いいですね、ボイシーから。そう、ボイシーね、ちょっとねしたいなっていう気持ちが今ちょっとふつふつと湧き上がってるんですけども、ちょっとまた復活した時はYouTube のコミュニティの方から上げていこうかなと思います。なんだっけ、今度動画でログのような高い山内のボールの対応を教えてください。できれば、スマッシュに自信がない初心者向けのやり方が嬉しいです、よろしくお願いしますということで、いいですね。まあ、一応じゃあこの動画の中で言っとくと、高い打点を返す方法の動画を見るといいと思います。相手のボールが深い時に必要になってくるのが、高い打点を打ちやすくする腕と体勢が大事なんです。なんで高いボールが来た時にこうやって例えばね、脇をこう締めて肘を曲げている方っていうのは、高い打点こう脇を開けないと、内線させてこうアインみたいなこの状態を作らないといけないよね。でそうするとボールが浮いちゃうよね、失敗しちゃうので、肩を使って打つことができれば高い打点に不安はなくなります。でプラス体勢です、まあ、こっちにボールとして前かがみでこう打つと高い打点打ちにくいですよね。後傾すれば高い打点はなぜ自分の中で横に振ってるだけなんだけど、後傾したことによって、下から上に振ることになるので、腕を下から上に振るわけではなく振られる状態を体で作るみたいな、そんな意識をできればいいと思うので、参考にしていれば、まあ、ちょっと細かい動画、細かいっていうか細かいところは動画で上げていこうと思います。じゃあですね、 VS 全国レベルの天才小学生の動画のコメントで JS さんからコメントをいただきました。ナイスゲームです。浅いボールからの攻めができるかが強い人の分かれ目かと思っているのですが、自分もできるようになりたいです。質問ですが、浅くなった時はどのようなイメージでボールに近づいていますでしょうか。直線的に向かうとどうも近づきすぎたりしてうまく打てる感覚がありません。コーチのイメージ教えていただけると幸いです。ということで、そうですね、浅いボールからの攻めができるかが強い人の分かれ目になると思います。で、相手のボールが浅くなった時にどういうイメージで近づいてるかというと、ライジングで打ちたい場合は、ライジングで打って前に行きたい場合、近づきたい場合は、相手のボールが落下するタイミングと自分の右足、ドッグパッドを合わせます。まあ、これフォアハンド。バックハンドは相手のボールが地面につくタイミングと左足、テイクバックを合わせます。で、ボールが跳ね上がった打球のワン、ツー、ワン、ツー。で、もしライジングじゃない場合はどうするかというと、ボールの横に入りますね。ボールが来たとして、そのフォアで言うと、ボールの左側に自分が入って打とうかなと思うんで、ボールの後ろに入ろうとしないようにだけ注意できれば。なんか動画にできないかな。なんか参考になればと思います。まあ、動画にできそうだったら、してみようかな。浅いボールのアプローチショットで、ライジングじゃないバージョン言ってないですもんね。ネタの提供ありがとうございます。じゃあ XYZ さんからのコメントで、ナイスゲーム、将来が楽しみですねってことでコメントをいただきました。ものすごい楽しみですよね、小学生の時点でこんだけ。僕なんだっけ、ソフトテニスを中1の秋ぐらいから、もう夏終わりぐらいかな、ちょっとどっちだっけなぐらいで始めて、小学年、ね、その 4,5 年生あたりって多分ドッジボールかサッカーしかしなかったみたいな感じなんで、そう考えたらすごいですよね、未来しかないみたいな。じゃあマイクロシャビンさんからのコメントで、ヤヒロコーチから1ゲーム取るなんてすごい小学生ですね、これからさらに成長するでしょうし今後は楽しみです、試合を見て思ったのは、深いボールを打つことで相手になかなかペースを握らせないことができるのだなと思いました、動画の試合を参考にして練習頑張りますということで、もうこのスーパー小学生はね次会った時にはもう負けちゃうかもしれないですけども、未来になんかこうね、僕との試合がつながってくれればいいなと思ってます。で、皆さん深いボールのね、この重要性って分かったと思うので、まあ、それが分かっていただけたらこの動画を作った価値はあるかなと思っています。じゃあですね、チャンシワさんからのコメントで、
八広コーチから1ゲーム取るなんてなんちゅう実力者。それに対して八広コーチが手加減なしに男と男の戦いを挑んでいた姿に感動。手加減なんて相手に失礼ですかね。あ、ですからね、真剣勝負ができてお相手もきっと楽しめたと思います。すいません、なんか私の 格闘技熱が燃えてきて暑苦しい文章になりました。テニスって幅広い年齢で楽しめるいいスポーツだなと感じました。いつもですが試合動画本当分かりやすくて楽しいです、ありがとうございました。ということで、そう、最初のね1ゲーム目はね、あの1ゲーム目やった感じで、あ、強い、この子めっちゃ強いぞと思って、あの、まあ、九州のトップレベルの今度はシーンですけども、ここはねなんかこう変に僕がね加減とかしたら嫌だな、嫌だろうなと思ったんで、あの、まあ、割としっかりやった感じですね。で、まあ、このコメントには宮柱さんも、あの、老若男女が、同じフィールドで楽しめるのはテニスの魅力の一つですよね、もちろん他のスポーツでも実現可能ですが、ということで、本当、あのね、あの、この四股の森の試合は、あの、僕よりも、ね、大先輩の方から、あの、小学生の子まで幅広い子を、ね、相手と戦ったんですけども、やっぱね、それで楽しめるっていいですよね。ものすごい、あの、テニスってそこが素晴らしいですよね。なんか、他になんか話が今なかったね。なんだろうな。あの、なんか他のスポーツだったらとか考えたんですけど、例えばね、じゃあサッカーとか、まあバスケに行く、バスケ。バスケでね、じゃあご年配の方と、じゃあ僕らの年齢が、の方が勝負するってなると、ちょっと怪我危ないなとか、なんか心配になるんですよね。まあ、僕もちょっと今、怖い気が。怪我してないように注意ですけども。そんな感じで、MR さんからのコメントでいきます。ナイスゲーム、お上手なジュニアの方、素晴らしいですね。スコア差が開くとさすがにきつくなりましたね。将来が楽しみな選手ですね、ということで。はい、もう彼はね、九州トップレベルなので、ぜひ全国でも活躍できるように期待しております。全国大会ではどんぐらいかちょっとわかんないんですけども。じゃあ、山本さんから、面白い、楽しいということで、コメントをいただきました。あ、違うか。いや、隣の体育館の隣が、こんな来られるかなと思って、今ちょっとドキドキしてたんですけども、大丈夫そうでした。はい、楽しく僕も試合させていただきました。またちょっと戦える機会があったら、また動画撮っていいって聞こうと思います。じゃあ、ホア、打球後の腕はどうなるのっていう動画のコメントで、ノブさんからコメントをいただきました。いつもお世話になります。新シリーズは試合に出る人にはとても参考になりますが、試合に出てない人にはまだ、そこまではと感じるので再生数が伸びないんでしょうか。自分は八広コーチの足の動きなどを見るだけでもためになると思いますので、コメントいただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっと新シリーズですね。ちょっと意地張らずにサムネイルを変えようかな、みたいな、そんな感じで今思っていますが。そんな感じです。ありがとうございます。じゃあ、原野さんから、あ、この原野さんのコメントね、なんか何回ハートしても消えない。あれ、なんか原野さんのコメントがね、なんかハートがね、つけたんだけど、なんかつけたのに消えるみたいな現象が なぜか起きるんですけども、あの、はい、じゃあその話すいません。急に終わったんですけども、コメント意味は、終了かな。終了かなと思います。じゃあそんな感じで、今回の、コメント意味は終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、あの、予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう、あの、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、あの、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、なんでもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法だとも、お伝えしていこうと思っているので、
まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。